うっす。というわけで、今回もやっていきたいと思います。というわけで、今夜も見てくれてありがとう。いやー、しかしレオンイケメンだな。ね、というわけで、今夜も見てくれた君、愛していますよ。とか言ってたらやべえな。あ、外した。なんか頭がゆらゆらするね。タフいな。あ、なんか操作が普通の FPS と同じでいいですね。まだ来る。うわ、一旦ホールに逃げよう。横抜けられない。おお。どっち方向から来たか分かんなくなっちゃった。なんかね、歴代バイオは弾をバンバン使ってると足りなくなるので、もうとにかく おお、びっくりした。わお、しばらくは安全だ。マーヴィンじゃん。レオン・ケネディ。There was another officer I couldn't. もう一人警官いた。でも。Here. 立て。お前は悪くないレオン。こうなった原因は？さあな。分かってるのは、ここじゃ用心しないとこっちがやられてしまうってことだけだ。先週から出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば。あ、待機命令だったの？準備できました、警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が出会ったエリオットは、この隠し通路を探していたようだ。それはいい。あなたは病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いや、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。お前にはこれを。大丈夫、お腹見えてるけど。いいんだ。これ何？俺の二の舞にはなるな。もし奴らを見つけたら相手が警官だなど決してためらうな。殺すか逃げるかどちらかだ。いいな。わかりました。レオンのこの新人感いいよね。クンバットナイフ。L1 で構える。あれ、構えらんなくない？装備しなきゃダメ？てか、やっぱハンドガンマチルダなんだね。ねえ、マチルダっていうのはですね、バイオハザード2のオリジナルでも、ね、あのレオンさんが装備してた銃なんですけれども、なんかマニアックな銃らしいですね。さ、ガム手で塞がってたところを切りますか。あれ、今ナイフ持たなかった、取らなかった。あ、そっかそっかそっか、取んなきゃダメか。なんだっけ、今回のナイフって使い捨てなんですっけ。イケメン、こっち見んな。想像してた順次と違うな。お、グリーンハーブじゃない。あれ、これリッカー出んのかな。
なんかだいぶ近くに寄らないとアイテム取れないのがちょっと気になりますね。あれ、リッカー出ない。暗くね。この子大丈夫かな。あ、これ襲われそう。調べてたら、オーマイガー。いやー、レオンさん待機命令が出てたって話なんですけども、オリジナルだとですね、なんだっけ、初日前に、前日に恋人と喧嘩をして焼け酒を飲んで盛大に寝坊するっていうね。いや、こっから入ってくんじゃん。バリケード的なもんないの。この机立てかけようよ。ねえ、それに比べたらだいぶリメイクされたら真面目になってるね。おお、びっくりする。これイベントが何かあったら絶対割ってくるでしょ。もうイベントなしで割ってきちゃったよ。逃げろ逃げろ。ウェポンズロッカーキーカード。あれ、これ地下にある。あれ、でもロッカーつってあったよね。一時的な避難所にすることが決定した。いやー、もうなんか受け入れをしたら、おっと、入ってくるのがもしかしてマジで。よし、窓から逃げよう。やったぜ。何やってんだこの人。こっち上がないのか。横抜けらんないかな。あ、でも塞がってるね。やべえ、逃げ道なくなった。大丈夫かな。コールドドリンクス。お、ここは開きますね。なにこれ。なにこれ、どういうこと。エンターロッカーナンバーズ。なるほど。ロッカーの番号を押すと、その番号のロッカーが開くってことだね。木を破壊した職員が予備機を使用して、今すぐ端末を修理してください。犯人は分かってるからな、このバカ力。ねえ、何レッドフィールドが壊したんだろうな。これバックパックじゃね。ちょっと待って、入ってきてない。208でもショットガンないじゃんね。おお、ショットガンだ。やったぜ。装備変更。せっかくだから弾もったいないけど使ってみますか。めっちゃ声するけど、めっちゃ声するけど姿が見えない。あ、いた。あれ、これさっきのおデブさんじゃない。復活してんだけど、マジかよ。よし、ならシャッガンだ。さすがショットガン一発っすね。いや、また来たし。いや、一回使ったからいっか。
3発やれたのにな。とりあえずこの辺のロッカー。おお、マジっすか。踏んだりしねえんだ。勝てるよ、なんだこの人。まだ？いや、めちゃくちゃ硬い人だったな。なんでこんな硬いんだこの人。ちょっと回復した。いや、これ取りたいですね。208番はぁ、なんだこの人、めっちゃ硬いぞ。間違った。208番。あ、ボタンがないのか。なるほど、ボタンがないんですね。102。ここぐらい開かないかな。109。109と。ハンドガンのロッカー開きましたね。やったぜ。他開きそうなのないかな。これなんだろう、フィルム。だからこんなのに、あの景品の入った UFO キャッチャーっていうかあるよね。208も開かないのかな、もしかして。多分そうだね。89がないんだもん。ん？あ、2がないから開かないのか。いや、じゃあ出ますか。いや、静かだな。というわけで、今回はここまでです。ねえ、多分今、手元のストップウォッチではあと8分しかないんですけども。これ無理じゃねえ、クリアとか。というわけで、また次の動画で。